い、皆さんこんにちは、リルネです。今日はですね、一人で沖磯の方にやってまいりました。イエーイ。ちょっと寂しいですが、沖磯で今日はね、ロックフィッシングをねやっていきたいと思うんでございます。赤旗、黄門旗、キジ旗なんかね、旗類が結構釣れたりするんで、それをちょっと狙って沖磯の方にやってまいりました。そしてこちら、じゃん、これ皆さん分かります、ご存知です、日焼け止めクリームってやつですね。まあ、例えばね、まあ、嫁さんにね、あんたは釣りばっかりして家のことは何もせんとの、耳にタコができるほど、もう一回、耳にタコができるほど聞いてるよと、聞いちゃってるよと、はい、そういう時こちらがあればね、これを塗って釣りに行けば日焼けしないんで、釣りに行ったってバレないです。ってことで6ゲームやっていきたいと思います。そして今日使用するのがね、こちらです。はい、マッチョですね、ジグヘッド 14g、21、21、ネウオダマスピン、これスピンテールがついてるんですね。ネウオダマ、おなじみのコスパ最強なブンタですね。で、ワームがガルプ、すごいいい匂いのやつですね、これ、一世さんの海太郎、それとこの中にワームが入っております。ホッグ系とかね、はい、いつ使うんだと、もう今で古いよと、ということでこちらを使ってねやっていきたいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。マッチョね、 14g のジグヘッドに一世のホッグ系のワーム、馬旗クロウだったかな、巣穴を見つけないといけないですよね。まずいるところを見つけないと、背の上乗ったかな、なんだろう、戦んねん、おー、叩いた、あー、釣れた、綺麗、見てください皆さん、Who are you? 見た、バラしたけど、何やっとんねんわしや、ほんと、わー、辛い、バラした後ってなんか釣れにくいんすよね、バラした後ってなんか釣れにくいんすよね、立たれた希望が闇の中へ、生か死か、生き延びる道はもう尽きたか。あれからもう2時間ぐらい経過しております。バラしてから2時間、地獄でございます。コメント欄も心中お察ししますやろうな、これダメかな、あっちかな、移動してもいいよね、ワンちゃん、苦渋の決断、再び足を踏み出した、そこにどんな活路を見出せるのか、いい加減に認めろよ、お前は負けたんだ、絶対負けないよね、パーフェクトボディ、移動しましたね、場所を大きく、心中ご察しいただきながら、ただいま動画の方を見ていただいていると思いますが、皆さんの思いを胸に超過を上げていきたいと思っております。Who are you? ちょっとね、気分転換で仕掛け自体を変えます。はい、ネウオ玉スピンテールにお魚ちゃん、上のとこいいね、魚でしたね、これ、よいしょ、あスピンテール、ネウオ玉、ちょっと浮かしたいね、早めに、よいしょ、赤旗、赤旗来たー、ネウオ玉で赤旗来たー、よし、本命ゲット、はい、赤旗です。皆さんがっぽりね、ちょっとちっちゃいね、これリリーしましょう、マジ嬉しい、
やばい頑張りました。はい、シャコ熱の中ちょっと続けて釣っていきましょう。ネオ様ネオ様ネオ様。この左に見えてる磯ね、これ登れればいいんですけど登れないんですよね、離れになってるんで。あ、ネオ様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 、お亡くなりになりました。そこいいね、当たった当たった当たった。ちょっとまず感覚をちょっとあれせんとね。当たったよ。でもお魚ちゃんに反応してきましたね。当たったな。ちょっと分かってきたぞ、お魚ちゃんの使い方。ちょっともう一回もう一回もう一回、お魚ちゃんの使い方分かってきたかも。もしかしたらよ、いくよ、投げるやん、ボトムまで落とすやん、落としてからもすぐやけんね、着底からすぐ集中やけん。着底したやん、上げて錆びくやん、テンションホールやん、テンションホール。当たるやん。うわー、ケラ。What the fuck? うわー、今のでかかった、今のでかかった、今のぼっくりでかかったけど、お魚ちゃんの使い方分かってきたところなのにお魚ちゃんがもうないっていう。分かってきたって言うたやん、どういうことやねん。よし、休憩。もうお魚ちゃんがないんでね、ちょっと普通の北系のワーム、はい、エビちゃん 21g のジグヘッドマッチョね、にエビちゃんです。頼む、よいしょー、来たー来たー来たー、見てこのやばない、あ、潜られた。 What the fuck? あー、ちくしょう、頼む、よいしょ、出てきた出てきたよ出てきた、出てきましたよ、浮かしたい、早く早く浮かして、早く、何、赤い赤い赤い、これはいいでしょう、赤いやったー、サイズもいいでしょう、来たー、皆さんお待たせしました、これ嬉しいよ、うわー嬉しい、これマジでマジで嬉しい、でってでーやったー、いや、サイズアップしましたね、これもリリースしましょうね、こんな感じ。え、ちょっと待って、事件です、針がかりしてた2本、見える皆さん、これまず俺のホック、これ取りますよ、はい、これ俺のホック、もう1本かかってます。よかったねあんた、これ取ってもらえるとば、ドーラ取ってやっけん、おいちゃんがドーラドーラ板かばってん、ちょっと辛抱しときにしちゃい、あーよかったね、あーよかったね、こうウイントじゃないもんね、誰かね、こうバラしたんでしょうね、こう針からほら、はい、リリースをしたいと思います、ちょっと早めにね、ほい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 、ありがとう、あ、帰ってきましたね。続いてね、これ見つけたんで、テールなしのね、お魚ちゃんでやってみようかなと思います。頼むで、お魚ちゃん、サビ上げてサビ、うん、岩を越してサビ、あ、よいしょよいしょよいしょ、来ましたね、よいしょ、赤いです赤いです、お魚ちゃんです、やったー、来ました、綺麗、マジ綺麗、食い方はこんな感じですね。はい、皆さんお疲れ様でした、よかったですね、なんとか
バラしたのもちょっとね悔しいですけど、 LINE 見たら擦れてましたね、根に擦れて切れちゃったみたいで、まあ、しょうがないです。リベンジをねしたいと思います。もう今日はね暑いんで、ここら辺で農館させていただきます。熱中症になったらいけないんでね、皆さんもね夏の釣り熱中症にはね気をつけてください。水分補給もねしっかりしましょう。それではね、動画を見てね赤旗良かったねと思う方は高評価ボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。